ございます。ということでこれだけの皆様が集まっていただきました。まずは試合を終えて、はい、今のお気持ちいかがですか？とりあえず帰って寝たいです。お疲れ様。やはりこうフルで、まあ、途中でちょっとダイソーもありましたけども、はい、まずはでも初回、はい、きっちりと仕事をして犠牲フライ、はい、はい、振り返っていかがですか？そうですね、まあ、その勢いに乗っていければと思って打席に入りました、うん、はいはい、そしてラッキーセブンでは、はい、しっかりとタイムリーヒット、ナイスバッティングでした。いや、もうたまたまです。いえ、もうたまです。宮崎選手、後半戦に入って、はい、もうずーっと打率がいいじゃないですか。もう皆さんのおかげです。何かご自身ではこう夏に強いとか秘訣はあるんですか？特にないんですけど、しっかりご飯を食べることです、うん、はい、やっぱり夏バテしないためにはご飯が必要ですね、はいはい、ちなみに、まあ、ベイビアガーデンという土地ならではで、宮崎選手お酒の方は大好きです。あ、大好き、はい、じゃあ今日もちょっとだけ明日に残らない程度。そうですね、うん、気持ちよく寝れる程度で。あ、いいですね、明日に向けていただきましょう、はい、ちなみによくこうご飯に行く選手とかどなたになるんですか？同級生の梶谷です、はい、よく2人で飯行ったりしてます、うん、その時はどんなお話を？いや、もう野球の話はもう全くしないですね。あ、野球の話はあんまりせず。全くしないです、はいはい、プライベートの。プライベートの、まあ、お姉ちゃんなんて嫌じか止めに、まあ、しっかりとでも今日梶谷選手が作った流れで、まあ、犠牲フライ、そしてタイムリーヒットとね、はい、ありましたね、はい、これ好調していく意地、まあ、明日もですね、はい、まあ、今日みたいにサード、セカンド、まあ、いろんなポジション今守られているわけですけども、はい、明日に向けての意気込みは今いかがでしょうか？そうですね、試合に出させてもらってる立場なんで、どこで出ても、一生懸命頑張りたいなと、そういう気持ちだけです、はい、そして今日はですね、まあ、今日からこの3連戦がキッズスタジアム2015ということで、はい、まあ、キッズたちにですね、試合前、試合中、そして試合後もああいった形でヒーローインタビュー、はい、していただいてるんですけども、やはり子供たち、宮崎選手のようにですね、ヒットが打ちたい、はい、っていうホームランが打ちたいっていう子がですね、たくさんいるんですよ、はい、子供たちが野球をこの夏上手くなるために何をすればよろしいでしょうか？もう飯食うしかないですよね。飯ご飯をしっかり食べる。しっかり食べて、はい、もういっぱい動いてください。ちなみに宮崎選手の子供の時代っていうのはどうだったんですか？そうですね、僕は小学校6年生から野球を始めたんですけど、はい、あ、小学校6年生からなんですね、はい、あ、意外となんかもっと早いところかなと思ったんですが、いやいや、もう150センチもなくて身長が、はいはい、でも野球もわがまま言わせてもらって、はい、野球させてもらって、でここまで来れたんで、はい、まあ、誰でもじゃないですけどチャンスはあるかなと思います。そのためにはご飯をいっぱい、そうですね、食べるところですね。いっぱい食べることです。わかりました。では今日皆さんも帰った後、まだご飯食べてない方しっかりご飯食べて、そしてお酒の方は明日に残らない程度で、はい、で進めていただきたいと思います。さあ、今日のアンコールヒーローズ宮崎選手に来ていただきました。ありがとうございました。ではですね、宮崎選手、皆さんをバックにアイラブ横浜で写真を撮りたいと思いますので、ではマイクお預けいたします。ではバードンチャピーのタオル持っていただきまして。